おはようございます。お疲れ様です。刀なしです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか今年のキングオブコントは、うん、結構音の仕様が結構いろいろ提出しなきゃいけなくて大変だってみんな言ってんだけどさ、はい、昨日のライブとかでも竹内ズってコンビがね、なんかちょっと大変だ、著作権、ね、著作がちょっといる、結構厳密にやってるから大変だみたいな話になって、うん、俺も昨日その話してたでしょ。なんかちょっとこの曲どうなんだろう、使っていいのかなみたいな。がそれはYouTube で流れてる曲を使おうとしてたから、うん、それはその人の許可が必要になっちゃうから、うん、これ大丈夫なのかなっていう話したじゃん、うん、したらその人の、その動画のページ見たらホームページがあったんですよ、うん、ホームページ行って問い合わせのところにメールアドレス書いてあって、もっとしっかり話したら、その竹内とかの悩み、あそうじゃないと伝わらないよ。 そうやってすぐ、お前セックス下手そうだな。おい、なんでセックス関係ねえだろ。今の会話をはしょったこととセックスは一緒だよ、多分全部はしょるんだよね自分が気持ちいいのをすぐやろうとすんだよみたいな。痛いまだまだ痛いってなる。自分が楽しいと思うことばっかしないで、やめてやめて、違うってね。いや、なんか竹内の曲は、YOASOBI か。YOASOBI の曲なんだけど。どう？で、JASRAC っていう、そういう商標登録みたいのをしてるところ の,、うん、の曲だったら、キングオブコント音源 OK ですよっていう、で YOASOBI の曲自体はいいんだけども、うん、はい、それがこう尺八バージョンだから、そう、それは YouTube からそれはどうなんだと思って調べたら、うん、それはもうその YouTube から拾ってきてるから、その YouTube で尺八で吹いてる人の音源を弾いてきてるから、うん、そうなってくると、うん、どこに商標登録があるのか、まあ多分その YOASOBI の著作とプラスその演奏してる人の許可が必要じゃないか、だから困ってるんですよっていう話があって、そうで俺らも実は今やってるネタの中で、はい、オルゴールバージョンの曲がある。はいはいはい、ね、そうですそうです。でその曲自体有名な曲だから、すぐ著作は大丈夫、ジャスラックにはあったんだけども、演奏者だよね、うんうん、会ったこともない、手元しか映ってない YouTube、 それも YouTube なんだ。 YouTube です、はい、これ結構みんな困るんだ、ね、これがどうしようっつって、ピアノだから、なんなら的場優さんに弾いてもらったりとか、芸人の的場優さん、ね、ピアノ弾ける誰かにやってもらうかとかもすごい悩んでて、うんうん、いろいろ考えてね。で、まさに昨日、その、その話をでライブでしたと。したと。うん、で、もうライブの打ち上げ中に、それ調べて、うん、そのホームページがあったんで、うん、メールアドレスあったんで、メールしたんですよ。うん、そしたら、なんかさっき今携帯見たら、帰ってきてて、うん、どうぞお使いください。うん、キングオブコント頑張ってくださいって言ってたから。ただし、優勝した場合、うん、いや、金150万を。ゼニゲバーさんではなかった。ゼニゲバーさんじゃなくちゃ大丈夫だった。だから大丈夫だった。意外に聞いてみれば大丈夫だから。意外にって断る権利ないけどね、よく考えたら。その人も人の曲をね、なんか。まあ。あれだから。そうそうそう、あ、でもありがたいね。だからもう何も心配しなくて。大丈夫。大丈夫。スペースバーって空いてて、下の方にただしって書いてない。で、だから金に。そう、なんなんそれ、気色悪いな。お、素晴らしいじゃないですか。大変嬉しく存じます。存じております。すごい、ありがたいですね。ありがとうございます。なるほど。ただまあ、うん、かなり今回厳しくなってるから、配信するからなんだろうけどね。俺ちょっと聞いたのがさ、虹の黄昏がさ、うん、小道具でなんか犬の黄道具を使ったなんて、ダンボールかなんかで作ってるかしら、うんうん、で白色と黒色のなんかやつだったり、うん、でそれ使ったらスタッフさんがバー来て、うん、すいません、これはスヌーピーですかって言われて、俺スヌーピーだったらダメなんだよ。だからあの人何したか、なんか投げたりしたか知らないけど、ものすごく困った。手作りでもダメなんだ、うん、それが手作りのスヌーピーでも、そう、自分でスヌーピーを模したっていう感じだったらダメなんだよ、うん、スヌーピーの著作があるから。へえー、とか、そう、
じゃあもうこれは今年の2022キングオブコント芸人が一番悩んでることだね、うん、いやそうだと思う、題名はね、そう、うん、どうせそれこそ竹内図もなんかまあ何のネタか知らないけどなんかねタンタンタタンみたいななんかわかんないけどなんかリズムを言う箇所があったのネタ中に、うん、言ったらそれも後でスタッフの来てすいませんあそこの箇所なんですけど、うん、あれは何かの曲の一部ですかって言うそれなんだそのすごいすごいスタッフが一人NHK 出身みたいな誰かにスタッフが潜んでるのなんならもうちょインスパイア受けたものですかみたいなレベルの本当に一部リズムを受けでも何かしらの影響を受けてるからなんかね厳しいねそれをあらかじめ調べたりさそうきついよねちょっとね、まあ、2000円でやってくんないのかなあのエントリーエントリー代で2000円払ってんだからそこまでやんなら3000円くらいになっちゃうかもしれない払うわああ3000円払っちゃうめんどくさすぎるよだって払わないやつもいるからさうん払わないやつもいるの出れない出れないだけ1000円払うぐらいなら自分で調べるわってなっちゃう人いるからさあそこ自由にしてくれるんだしょうがないっちゃしょうがないけどねちょっとない作業だからテンパるよねテンパるでやっぱ疎い人はできないよねでも結構使ってる人スヌーピーレベルで言われちゃうんだったら結構大変だろうななんぼでもありそうだけどな、ね、ありそうありそうそれは何かのことなんだよ笑いなんだ全部いやそう音もねみんな使うだろうしそうなんだまあこんなことで今年のポンとしは悩んでますよ